全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。人気のセレスティアル抜群のスタートです。まずは先行争い、5番セレスティアルずっと前につけます。9番ネプーザ譲りません。8番ミレニアムマシニカ好位をキープ。これを見るように内側6番フォーマン見えます。各馬第1コーナーをカーブしていきます。外を抑えて13番スカーレットキング、7馬身相手17番サンダーロマンス、6馬身相手14番フタク、外を抑えて18番レイシェア、12番サファイアシック、真ん中あたりにつけています。続きまして15番シルバータウラス、これから向こう上面に入ります。内押さえて1番ハーツクリエイター、外から11番レイハート、4番フリーズジョイマン、外を押さえて7番ルビーシック。 1000m の通過タイムは1分1秒5、内から3番ロジャーファルクス、内押さえて2番ドニーダート、3馬身相手10番ファイアーピラー、16番ブナコット後方。冬の東京競馬場を駆け抜けます。ここから先頭までは10馬身以上。先頭はスカーレットキング、続いて9番レッグーザ、5番セレスティアル好位をキープ、その外8番ミレニアムマシリカ。各馬大欅の向こうを通過、少し差が開いて6番トーマン得ます。4馬身相手14番フタク、1番人気セレスティアル現在2番手。4コーナーから直線へと向きます。さあ直線の攻防、スカーレットキング先頭を譲らないか。わずかに先頭はスカーレットキング、400を切って先頭スカーレットキング、その後セレスティアル、セレスティアル3番手から先頭を狙う。ミレニアムマシリカ先頭に立った、残り200を切った。ミレニアムマシリカ粘っている。スカーレットキング捉えに出る。スカーレットキング差を詰める。ミレニアムマシリカ押し切ってゴール。勝ったのはミレニアムマシリカ、鞍上は海老名正義騎手。ミレニアムマシリカブリーダーズカップを制しました。2着スカーレットキング、3着は混戦の模様です。